2 for 1。高田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず昨シーズン CS 初進出しましたが、ぜひその感想とか振り返りぜひ教えてください。はい、まずあそこに出るまでのが本当に苦しかったというか、最終的に何ていうんですかね、いろんな偶然というかが重なって出れた部分もあるので、出させていただいたとも思いながら、はい、チャンピオンシップに出て、なんだろうな、レギュラーシーズンではなんか感じないような雰囲気だったりっていうのを感じることができたので、そこは本当に僕に自身にとってもチームにとってもものすごい大きな経験になったのかなとは思います。フランチャイズプレイヤーというか7年間ぐらい秋田でやってきて、はい、初めての初進出ということでやっぱりすごく良かったですか？そうですね、本当に、僕が来たシーズンにチームが降格したり、B2 を経験して昇格したりと、いろんな難しいシーズンを過ごしていく中で、なんていうんですかね、チームもそうですけど、ブースターさんにとっても出るってことは大きな意味なので、そうやって苦しい思いもしながらも一緒に、あそこに行けたっていうのは、はい、嬉しかったですね、はい。さっき偶然というお話もありまして、昨シーズン川崎戦のハードコートショット、はい、ちょっとぜひ感想というか、もう一度教えてください。そうですね、最後のポゼッションの前に、本来なら3を取るところなんですけど、僕がレイアップ行ってしまって、ファウルゲームでなって、あの場面、最後、シューターに打たせようかなと思っていたんですが、タイミング的に出せなくて、打った瞬間にちょっと短いかなって思ったんですけど、ボールは綺麗に飛んだのをすごい感じてて、うわっと思ったら入って、自分が一番びっくりしました。すごい、その後はちょっと力流血みたいな感じ。そうです、そうです、はい、ここら辺切れちゃって、あれはもう興奮しすぎてみんなが集まってぶつかっちゃったみたいな。違うんですよ。あ、違うんですか。はい、よくそれ言われるんです。安岡選手が一番最初に来て、ぶつかって血が出たのって聞かれるんですけど、その前のプレーで田口選手が藤井選手にファウルした時に、その肩が顔面直撃して、なんでもうフリースロー打ってる時には血出てて、それを出さないようにしながら。なるほど。じゃあなんか偶然じゃないですけど、たまたまそういう風に見えたんで。そうです、はい。みんなテレビの方そう思ってた。そうですよね。僕も映像を見たら本当にそこでなった。その前見えないじゃないですか、全然。なんで。昨年キャプテンとして、はい、古川選手の存在とかって実際どうなんですか。そうですね。古川さんが昨シーズン、キャプテンという立場になったんですけど、それにそのキャプテンという立場になる前からも、いかにチームが良くなるためにだったり、そういうことをやってくれていたので、チームが成長していく上で本当に大きい存在なのかなと思います。どういった声かけというかアドバイスとかももらっている。そうですね、プレーのこともそうですし、どんな状況でもあまりぶれない人なので、チームも支えてくれますし、はい、僕は大学の大先輩なので。確かに大先輩なので、本当に尊敬する部分が多いです。前田健三ヘッドコーチ、はい、シーズン4シーズン目ということで、いかがですか、その辺とかは。そうですね、一緒に長くやっていたので、どういうバスケットがしたいのかだったりっていうのが、年々なんですかね、ビジョンの共有ができていけていたので、
なんだろう、なんて言いますかね、やりやすかったというか、まあ、僕たちがこう思ったことを伝えても、まあ、それを判断してくれて、よかったら、やってくれるというか、まあ、コミュニケーション取りやすかったので、はい、まあ、健三さんの力があったからこそ、本当にチャンピオンシップに行けたのかなとも思います。今回、日本人選手とアジア枠が全員継続で外国籍が入れ替えということで、はい、そこら辺のぜひご印象というか教えてください。そうですね、まあ、コミュニケーションの部分ではもう昨シーズンと変わらないので、まあ、やりやすいですし、チームとしてもどういったものかっていうのも分かっているので、まあ、そこを上積みしやすいのかなとは思います。ただ、まあ、日本人のところで、新戦力が来ているわけではないので、個々のレベルアップがチームが成長する上で大切なのかなとも思います。個々のレベルアップという点で、昨シーズンのスリーポイントが向上したと思うんですけど、はい、まあ、今シーズン伸ばしたいところとかありますか？そうですね、まあ、チームとしてもスリーポイントの確率はもっと上げていこうというのはあるので、まあ、そこはチームとしてやっていきたいですし、まあ、ディフェンスのところも、効率で一番になれたらなっていう、まあ、ディフェンスのチームなので、まあ、そこを目指して、まあ、あとは個人個人、みんな良さがあるので、まあ、そのところを伸ばすことだったり、まあ、逆に課題の部分を一人一人が克服していくことも大事だと思うので、自分自身がに向き合ってみんなやっていけばチーム良くなるのかなと思います。他のホームグラウンドと言って、まあ、こちら秋田のホームグラウンドと比べていかがですか？あの足というか、まあ、僕結構いろんなところで言ってるんですけど、まあ、ブースターさんも僕の中で本当にチームメイトというか、一緒に戦ってくれる存在で、試合ホームで試合をするときに今声を出したりっていうのは難しい状況なんですけど、試合を見に来るという感じより一緒に戦いに来てくれるっていう感じをすごく感じて、だったり一体感とかってのは他のところよりもう本当にすごいというか、本当に参戦してくれてるなっていうのをどこのチームよりも感じます。はい、ギロタンポどうですか？ギロタンポ、いや僕も最初びっくりしました。みんなご自身でも本当にその思いがフリースローを外させてくれる場面もたくさんあるので、まあ、あれホームでしか多分できないんですけど、多分相手のフリースローの確率は落ちてるんじゃないのかなとは思います。なるほど、まあ、雰囲気がすごくいいんですけど、やっぱどうですか、感じますか？そうですね、上の方がやっぱ優しくて、やっぱチームを盛り上げようとしてくれる選手が多いので、やっぱそこがすごい仲の良さだったりチームの雰囲気につながってるなっていうのは感じるので、上の方々の、そうですね、力です。今のチームの状態とかいかがですか？はい、全体的に。そうですね、まあ、やっと外国籍の選手も合流してチームの雰囲気はいいと思います。はい、うん、なんかいいプレーが起きたら、まあ、なんですかね、コミュニケーション取れてたりとか、外国籍の選手が3人変わってしまったので、やっぱそこでどういうプレーしたいのとかだったりっていうのを、まあ、コミュニケーション取れてるところもあったりするので、まあ、チームの雰囲気はいいと思います。まあ、今シーズンぜひ個人の目標というか、まあ、目指すところとかぜひ教えてください。個人の目標ですか？まあ、個人チームの目標、チームの目標は、まあ、本当に優勝っていうところなので、まあ、チャンピオンシップに出場することも簡単なことではないので、まあ、まずそこに出れるようにチームとしてやっていって、昨シーズンは1試合も勝てずに終わってしまったので、まずその出て勝つっていうことを目標にやっていきたいですね。はい、で、まあ、個人としては何ですかね、
何ですか、何点取りたいとかそういうのは一切ないんですけど、チームが勝つために何ができるのかっていうのを常に考えて、チームが良くなるように、その中で、なんだろうな、うまくチームを動かせるじゃないですけど、まあ、いろんなところのつなぎ役とかだったりとか、まあ、そういう存在にやっぱいてくれたら助かるというか、まあ、そういう風になっていけたらいいなとは思います。ただ個人で何かをあげるとしたら、もう一度スティール王になりたいですと、ベストディフェンダーのところを頑張りたいなとは。ディフェンス、うちのチームがディフェンスっていうところもありますし、まあ、その中で秋田がやってきたバスケットでも僕が一番長いので、まあ、そこを出していけたらいいなとは思います。はい、マッチアップしたい相手とかどうなりしますか？マッチアップしたいですか？止めたい選手とか。昨シーズン島根とやってないんですよ。なんで僕が特別指定で入ってきた時に先輩だった安藤誠也選手ともマッチアップしたいですし、ビフォード選手ともマッチアップしたいなとは思います。ただ本当誰がっていうよりはどの選手についても僕がやられちゃいけないという覚悟を持って今シーズンはやりたいなと思います。最後にファンの方々にぜひメッセージを、ブースターの方々にメッセージをお願いします。はい、そうですね、まあ、今シーズンは引き続き優勝を目指してやっていくんですけど、まあ、その中でチームが勝ったり負けたりすると思うんですけど、ブースターさんが常に前向きなことを言ってくれることが僕たちにとってすごい力になりますし、まあ、その恩返しのためにも優勝を目指してやっていきたいと思います。で、ホーム開幕がちょっと遅いんですけど、皆さんぜひ応援をして、ホームの時にたくさんの方に来ていただいて、いい雰囲気だったり、次につながるような試合ができるように、まずホームの前かアウェー3連戦頑張ってきますので、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは241でした。